高田県産2月27日から2020年10月4日は、日本のファッションデザイナー。建造創業者、計算創業者。兵庫県姫路市出身。姫路市立野里小学校、姫路市立高齢中学校、兵庫県立姫路西高等学校卒業後、神戸市外国語大学二部英米学科中退。文化服装学院デザイン科師範科卒業。 同級のデザイン化旧規制には、腰の純子、松田光弘、金子磯を、北原明子ら、後のファッション界をリードする人材が揃っており、花の旧規制と呼ばれた。2008年6月17日、サンパウロファッションウィークにて、文化服装学院卒業後、三愛、ミクラを経て1960年に、第8回総演賞を受賞。1965年に徒仏、 ビューロードスチールに勤めた後に1970年に独立。フランス、パリニクのギャルルビビエンヌで、プレタポルテノブティック、ジャングルジャップをオープン。また同年に作品がエルの表紙を飾った。その後同ブランドはパリコレクションで注目されるブランド、かつ世界的ファッションブランドの一つに成長した。1993年にフランスの有名ブランドメーカー、 モエヘネシー・ルイ・ヴィトンにブランドを売却し、1999年には一度はデザイナーから退く。しかし2003年頃に独立デザイナーとして復帰、2004年にはアテネオリンピックの式典、移動用ユニフォームのデザインを担当。混ぜるのが好きという建造の作風はいくつかの異文化のオリジナリティが融合したもの。建造の融合的な作風は、 フォークロアとしての世界のブランド誌、ファッション誌で大きな位置を占める。2020年9月中旬、パリで新型コロナウイルス感染症に感染。パリ郊外ヌインシュルセーヌにあるアメリカンホスピタルで闘病生活を送っていたが、10月4日、COVID-19 の合併症によって死去したことをフランスのメディアが報じた。また、フランス大統領官邸は痛む声明を発表した。 81歳没。建造ビル1リュジュポーンヌフ。パリ2008年3月10日未明に飲酒運転でパリ中心部の道路を逆走したとして警察に摘発された。同日昼過ぎに釈放された。ありがとうございます。